さあ、そして、タナナコ唇。7回目。マリオ、どうしてるかしら。私もマリオと一緒に頑張れてよかったのに。マリオさんはきっと大丈夫ですよ。それに PGM はいつも頑張っておられるじゃないですか。マリオさんだってそれ知ってますよ。もうすぐやるんですから、その時は運動しましょう。うふ、そうね、ティンク。ありがとう。さあ、お部屋に戻りましょう。まあ、ピーチもピーチで頑張ってたよ。ね。脱走するわ。何やらしてね。ピーチ姫、我が輩が来たぞ。久しぶりだな、クッポも。たまには仲良くおしゃべりでもしようではないか。いや、ティンク大丈夫か、これ。最後の方だからさ、もうティンクバレちゃうんじゃないの、これ。今まではコソコソとお前が駆け回っていたのか、みたいな。我が輩ににっくり笑ってみせるのだ。あなたとお話しすること何もねえ、上。そんな冷たいこと言うでない。これかは我が輩とずっと一緒にいるところ。そろそろ機嫌を直した方が良いぞ。もうすぐマリオがやってきて、あなたがやっつけてくれるわ。ああ。そんなことありえん。スタンの宙がある限り、我が輩は無敵だ。マリオなど我が輩の敵ではない。いい加減にそれを認めるのだ。しかと。クッパ様大変でございますじゃ。なんだ、カメクババよ。我が輩は今、ピーチ姫と楽しくおしゃべりしておるのだ。マリオのやつがとうとう星野さん、七輪を食べて助けてしまいましたね、ちゃあ。そのうち星野さんたちの力をつけて、怖くない絶対来るかもしれません。一刻も早くマリオを迎え撃つ準備をしなければなりませんぞい。なる、マリオめ。カメクババよ。急いで手下ども配置しろ。クッパ城でマリオを葬り去ってやるのだ。ピーチ姫も一緒に来るのだ。マリオがやっつけられるところをゆっくり見物するがよい。マリオでも、ピーチ姫が二度と逃げ出さないようにしっかり縛っておくのだ。最初からそうしとけばよかったのにな。ピーチ姫に出てくるしよね。なんだこのピカピカしたのは。やっぱり今まで気づいてなかったんですね。えい、うっとうしい。あっ、一撃コロリ。早くピーチ姫を連れて行け。さあ、これで最後かな。とうとうティンクもやっぱりバレてしまいましたね。さて、私の名はダール。マリオくん、よくぞここまで来てくれたね。これで君は7人の星のせい全てを助け出してくれたことになる。本当にありがとう。さあ、いよいよクッパとの戦いだ。私の力も君に使ってもらうことにしよう。スターの杖を取り戻すため、クッパを倒してキノコワールドを平和にするため。そう、ピーチ姫を助け出すためにもね。万歳。さあ、スターパワー7。マリオは、そしてお星様にという星の性能を使えるようになった。そしてお星様。そしてお星様には、敵全体星に帰る。おお、なんだそれ。その名の通りか。全員お星様にも、昇天させちゃうわけだ。強いな。一撃系の技かな。ね、打撃系の。マリオくん、まずは星の降る丘まで来るのだ。星の降る丘から我らが星の国へ繋がる道を用意しよう。その道の名はスターロード。それを渡って星の国へ来るのだ。君たちが無事に世界を狂ってくれるって言っちゃった。作ってくれるのが私の願いだよ。頑張ろう、マリオくん。ひとまずはさらばだ。さあ、というわけで、ステージ7クリアしちゃったわ。終わっちゃうのかな、マリスト。なにこれ。嘘だろ。そんなことある？こうか。デカミ。本庁か。ああ、じゃあこれ渡していっちゃうかも。ついでにね。なにこれ、どうした？マリオさん、朝起きたらこんなにいっぱいアイテムが置いてあったんですよ。それに不思議なことに雪が溶けたように床がびしょびしょだったんです。もしかして誰かからマリオさんへのプレゼントなんでしょうか？でも一体誰が？ええー、
録画しておくもんだな。何もないと思うシーンでもちゃんと録画してみるもんだな。何が起こるか分かんないもんな。なんだこれ、怖いんだけど。逆に怖いんだけど、こんなさ、急に物送られてきても。他の4つのキノコもいいや。てかもう荷物パンパンだからさ、どっちにしても無理なんだよね。誰なんだ、まずキノコ送ってきたの。怖いんだけど、本当に逆に。さあ、とりあえずまあ、気になることはいっぱいあるんだけど、村長さんに手紙を渡していきますか。マリオさん、7人の星の星を全員助け出されたのですな。あとクッパを倒してスターの杖を取り戻すならば、世界は元通りになりますな。大切な人たちもみんな戻ってくるでしょう。早くそうなるように、わしも星に願います。わい。あなたはその人を、この話の腰を折るパレッタさんの、いつものこの感じ好き。私、パレッタと言います。手紙の運ぶ仕事してます。あなたの手紙だ。ああ、手紙。これは俺今手紙どれくらい取り逃してんだろうな。わしに、おお、吉村とは、どこにあるかは知りませんが、遠い知らない人からの手紙ですか。後からゆっくり読みますわい。寒い中ご苦労様。誰が手紙送ったんだろう、これ。さあ、星掛け。あざっす。さあ、とりあえずこんな感じかな。めちゃくちゃ普通って言ってくるんだけど、まあ、確かにマリオさん見た目普通だもんな。普通のおっさんだもんな。まあ、無理はないか。お、大きくなっても僕は僕のままでいることにしたよ。ちょっとぐらいはマリオさんを真似してあげてもいいけどね。やっぱりね、自分を持ったまま大人になることが一番大事だよね。ちょっと深いこと言っちゃいましたけど。新しいバッチないかなー。ハッピーフラーフェールにやっつけアタックに2回いても。あ、そうだ、新しいバッチ、そうだ、向こうで拾ってきたんだよね。神殿、クリスタル神殿で、ちょっと収録外だったんだけど、3回アイテムだっけな。どれだっけ、これだ。3回アイテム。バトル中マリオの場でアイテム1回に 3つ使える。これめちゃくちゃ強いよね。みんな、おはよう。というわけで、マリオストーリー、久々にやっていきたいと思います。というわけで、ちょっと空いちゃって申し訳ございませんでした。今回はですね、何をやるかっていうと、まず最初に、まあ、あれを片付けましょう。村長クエスト。皆さんお待ちかね、村長クエストですね。ルイージのとこに行きます。前回行けなかったんだよね。ちょっとマリオさんのジャンプがしょぼすぎてというか、一段階進化してなくてね、行けなかったので、そっちは先にやっていこうかなと思いますので。よーし、あれ?降りてるぞ。ってことはもう普通に話しかけられるってことがもう。なんだなんだなんだ。まあそれならそれでいいんだけど。あの空の向こうにピーチ姫を囚われてるんだね。兄さん頑張って。ピーチ姫を助け出してね。あ、で、これか。サインをくれという。村長の。無茶ぶりを。そうだね。有名になったみたいだよ。ちょっと待っててくれるかい。すぐサイン書くよ。書き慣れてないんだからね。君どうせ。どうせ書き慣れてないんだからね。なんかちょっと無理して、それっぽく書いてんじゃないのと思ったら、やっぱりそれっぽく書いてたわ。無理して。なんかちょっと、かっこつけちゃってるな。手紙はあるかな?そうだ、日記読んでなかったね。これあるか?あ、いっぱいあるじゃん。急にページ増えてんだけど。じゃあちょっと読んでいきましょうか。おやつで聞いた話なんだが、意外にも僕のファンだ。あれ?これ読んだよね。これ読んだな。8も多分読んだかな。あ、これも読んだ。あれなんでこれ?あ、そっか。俺、データ一回変えたからか。雪だるまにマフラーとバケツを使うと、ドドンドバーンって道が開くらしい。長島修行かな?でも雪だるまにマフラーって溶けちゃわないかな。確かにな。10ページ目。昨日この秘密の部屋に入るとき、体が挟まってしまう。おお、中年太りですか。もう随分長い間使ってるからだろうか。回転が滑らかになる。あ、そういうことか。体が挟まったんかと思った。太すぎて。そんなことないか。ちょっとみんな見てよ、これ。ルイージ、村長のとこに帰る途中だったんだけど、ちょっと闇を見てしまった僕は。みんなが困るといつもマリオさんが助けてくれるんですよね。じゃあもしマリオさんが困っていたら誰がマリオさんを助けるんでしょう。マリオさん何もできませんが、いつも応援してます。くたばれ。あ、そうだ。あ、道場も行かないとですね。そういえば。ね、ちょっと村長、後にしようかな。せっかくこっち来たから。道場やっていきますか。ね。多分またね、師匠が相手になるんだと思うんですけど。ごほご。うん。挑戦します。よろしい。あ、ちょ、バッチ大丈夫かな?やべ、バッチ全然見てなかった。本気の本気で行くでござるよ。本格的に書くのはそれいい。お前の本気は何台かあるんだっていうわけでやっていきますけど。さあ、あ、こけていきますよ。行くでござる。さあ、前回スーパーサイヤ人でしたけど、おお
スーパーサイヤ人2になったわ。神の気まとってるな。ゴッドかな。さあ行きます。これ最後なんかな。ちょっとどうだろうね。師匠のことだからまだありそうな感じするけど、多分最後だと思って俺は今回師匠に挑んでいきますよ。さあ罵っていきましょう。師匠だ、道場の責任者で一番強い先生だ。99 攻撃力10、防御力1。あー強いな。いくつかすごい技を持っていると。手加減なしで戦えそうだから気合入れて頑張ろう。こっちは昇進証明、これ最後かな。ね、これ以上強いって結構やばいと思うんだよな。じゃあまずは安定のリラックスタイム。師匠さん、リラックスしていきましょう。さあさあ力を抜いてもらって、これでまあだいぶ楽になるとは思うんですけど、ガードやっていきますよ。はやー、マリオよ、これが受けられるか。おお、早え早え。いきなりなんか、やばい、必殺技的なやつ打ってきた。もうないか。よしよしよし。全部ガードできませんでしたけど、これまともに力抜いてなしの状態で受けてたら結構やばかったですね。どうしようかな。防御力1。うーん、難しい。まあ、アカリンでいいと思うんだよな。アカリンにして、まあ、攻撃力上げてく。星の精霊の技で攻撃力、相手の攻撃力を下げて、こっちは発電パワーで上げてくみたいな。はい、はい、はい、完璧。で、まあ、地道に削っていくのが一番いいかなって思いますけどね。連続ジャンプで。だな。いきますよ。はい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 。4回。5回は行きたいな。ぬん、少しはできるようだ。師匠なんかも言動もね。ここ。OK、いいよ。5食らう、これでも。超強えな。師匠も言動がスーパーサイジンに初めてなった時の悟空みたいになってんだよ。ちょっと荒くなってるのがまたいいですね。ちょっと回復していかねえときついかな。ねえ、やべえ、これ勝てねえかも。バッチつけ直すべきか。連続いくか。とりあえずまあ攻撃かな。3、4、5。あ、いいよ。666、いいぜ。できる、でかいでかい今のは。で、どうしようかな。こっからだよな。うん、一つ思いつくのが、クリオチャージで、ひたすらクリオチャージして、でかい火力最後に連続頭突きでやるみたいな感じでもいいかなと思うんだけど、どうしよう。やってみようかな、試しに。防御力1なら、ね、まあ、知れた防御力なんで、浮力使ってもいけるかもしれない。2。これがやばい。危ねえ。なんとか耐えたけど、どうしようかな。じゃあ、マリオ、今回、回復役というか、ヒーラーにするか。一回分緊急キノコもあるけど、一応。ちょっと、ね、ダサいよな。死んじゃったの。絵面的に。どうしようね。まあ、しょうがない。使うか。致し方がない、これは。師匠が強すぎるんで。使わせていただく。うえぇ、まあ、回復して、これで、とりあえず大丈夫。で、クリオチャージ。クリオチャージ、FP1 なのが強いよな。さあ、にやっがって。ここ。あ、やべえ、ミスった。ちゃんとこれはナイスしていかないときついですね。アカリンの発電パワーがちょっと無駄になった感はあるんですけど、力ももう一回抜いてもらいましょう。いや、これ、こんな調子で間に合うかな、果たして。あ、下げてく。69か、あと。遠いな。リチャー。これで今3回やったっけ。うん。これ早すぎてさ、間に合わん。どうしようね、本当に。あ、マリオさん、防御にするか、寝顔にするかでもいいかもしれないな。あ、もう地道に減らしていくか。どっちがいいんだろうな。割と時間がないんだよな。あと10しかないから。62。ハッピー、おう。ハッピー来たか。もう一回クリチャー、いや、もう放っとくか。連続次一回やってみます、やってみますかね。この辺で。どんくらい食らうかな。ほい。8、あ、いいね。はい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 。お、続けよ。いいね。ただ、ちょっとこれを避けないときついね。お、あー、やべえ。今ダメだったか。完璧だと思ったんですが。あと27。27。いけるか27。ちょっと待って、これ。きついな。しょうがねえから、ウルトラキルを使うか。一旦回復また挟んで。さあ、コイモドール。すげえ、何コイン戻ってきたか。
結構な枚数戻ってきたけど。さあ、こっから、じゃあもう一回クリーチャー行くか。クリーチャーして、クリオ強いな。クリオめっちゃ強いな。来るか？ここ遅かったか。あー 4! やべ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 、全部外してる。なんかさ、全部外してさ、この戦い方ってことはさ、割と、ちゃんとやってればもっと余裕ある戦いができてるってことなのかな。ねえ。じゃあハンマーで削っていくんですけど。お、20。うん。じゃあ次、またクイリオチャージ一回挟んで、次のターンちょっとまた連続突き放ってもらいましょう。ここ。あ、ミスター。ダメじゃねえか。そっち押しちゃう。あー、攻撃力ダウンも下がっちゃった。じゃあもうこれ倒せるかな。マリオのハンマーと、クイリオ突きで、連続突きで行きましょう。13ならできるべ。お、お、あはははやばい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 。ここ。いやー、やってしまったー。くそー。一回分だったんだけどな。ちょっとね、一応勝てることには勝てるんだけど、このた、ちょっと戦い方はあれやな。気に食わんな、正直な。ちょっと格好つかねえな。というわけで、一旦とりあえず勝ってくんですけど、どうしましょう。やり直すか。師匠がもしちゃ、これ最後じゃなかったら、まあいいんだけど。おお、さすがマリオ殿でござる。マリオ殿はすでにわしを超えておる。ああ、最後っぽいな。ああ。あ、免許改善。もう一回できんかな。あ、できるか。あ、できるっぽいな。ちょっとね、また、うまい感じでちょっと戦ってみたいね。あれ。あれ。あれ、ダメか。おい。ダメですか。ああ、そうなりますね。ああ、リセットかな。はい、というわけで、師匠と戦えなくなっちゃったんで、リセットしてもう一回やり直します。バッチは、こんな感じですね。ジャンチャー S、連続素早く変わるパワープル2、ナイスルポケモン2、これちょっと2つ入れてます。まあ、モロハの刃を入れてしまったので、って感じですかね。で、まあ、余裕があればというか、体力がもし1になったら、これも使っていこうという作戦でございます。まあ、こっちは運頼みですね、完全に。というわけで、ちょっとね、もう一回下地してね、できれば倒していけるように頑張っていきたいと思います。やっていきます。あ、普通の音だった。やべ、あ、来た来た来た、危険来たぞ。危険来たんだけど、まだスパチャ1個の段階だからな。ちょっとこれ難しいよな。でもさ、せっかくのチャンスだからな。連続ジャンプやっていくか。いやいやいや、でもさすがにあれだよな。死ぬよな。これじゃさすがに、師匠倒しきれねえからな。まあいいや、物は試したら一旦連続ジャンプやってみるか。攻撃これどんくらい来るんだろう。いくよ。ほい。やべえ、食らったな。ただ、ただ、仕留めきれはしないんだよな。どうしようかな。レサレサの透き通りやっちゃうと、次のターン動けなくなっちゃうんだよね。これはもう運にかけるしかないかな。うん、仲間もね、相手の使えるような感じになっていればよかったんだけどね。来るか。あー、死んだね。さあ、というわけで、もう一回やっていくんですけど、まあ、とりあえず力抜いてもらいましょう。ミニミニがね、効かないっぽいんで、師匠。ミニミニ抜いております。お。いいね。しっかりとナイスを決めていく。で、マリオさんはこっから、スパチャのガン積み。ハンターぐらいかけていきましょう。で、仲間を変えて、ポコピーかな。回避率を上げていきます。1、2、ほい、ほい、ほい。早いんだなぁ、ボタンのタイミングが。これちょっと難しくて、未だに回避できねえ。さあ、スパチャ缶詰。よし。で、また変えて、アカリンかな。地道に削っていきましょう。お。ナイス回避。でかい。さあ、ここでちょっと、連続いきますかね。うん。お、お、6回、いいですね。よし、
じゃあ、多分次で、向こうの攻撃力ダウンの効果が切れちゃうんで、次のターンまたかけ直して、今と同じような感じで2セット目やれば勝てますね。ナイス回避これの回避がでかいんだよな。さあ、力抜いていきましょう。探索ってく。はい。よし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 。雲隠れがもうすごい出れてる。これはいいな。ちょっと運だな、今回ね。運が結構味方してくれてるのもあるんだけど、俺の実力じゃなくて。さて、で、また雲隠れをつけていく。はい、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 完璧。またか。どうした今回。すごいぞ。で、スーパーチャー。2回ぐらいかけて次で倒せるかな。さあ、で、またあかりに帰ってきます。まあ、これが一番安牌な倒し方なんかな。まあ、素人でもできるような感じの。来るか。通常攻撃。また外す！やばい！外す確率が尋常じゃない。どうしたマジで今回。これ何回目だっけスパチャ。もう一回かな。もう一回つけていく。うん。で、次だね。次でぶっ放しましょう。さあ、30を切っていく。またやば！ちょっと3ターンぐらい連続で外してるんですけど。すごくね。じゃあ、行きましょうか。連続ジャンプ。これで決めるよ。ほい。ほい。はい、お疲れ様です。いやー、すごい。なんかほとんど俺の実力じゃなくて、雲隠れに助けられましたけど。運に助けられましたけどね。まあ、良いでしょう。これはこれで面白かったな。すげえな。いや、雲隠れ強。はい、というわけで、先に進みます。じゃあ、これで村長のところに行きましょうかね。いやー、ちょっと、まあ、やるせないんだけど、俺の実力が発揮できなくて、やるせないんですけど。Thank you.